お互いの第一印象ってことですね。そうですね、なかなか話しにくいテーマですが、はい、先生から見て私はどうでした？もともと私が講師やって始めたのがもう本当7年前とかで、レックの方でやるのが、はい、その時も赤木先生がもう関西の方で、うん、もう関西ではね、そうですね、はい、もうひたすらやられてて、で、まあ、本当にお会いする機会はなかったんで、はい、やっぱり動画であったりとか、まあ、そういう SNS とかで見てて、やっぱりしっかりされてる先生だなっていうのがもう、ずっと思ってまして、で、まあ、実際この前ちょっとお会いした時も、はい、やっぱりまあしっかりなんか芯のある先生だなっていうのがもう第一印象でした。ああそうです、いや嬉しいですけどもなんか恥ずかしいよな赤木先生から見て恐縮ですけど、私どうですかね。最初に何だろう、コロナ前、コロナ禍になった時に、うん、はい、一緒になんかこう動画作ってたじゃないですか。で、あの時の印象というのが結構強くって、はい、でどんなんかというと、もうすごいやり方が近いなっていう、はい、印象で、あ、これはものすごく2人でタイアップとかしたら面白いものを作れるんじゃないかなっていう。本当コロナがなければもう本当に関西も行って、はいはい、そうですね、なんか一緒にやろうかなという話も ね、あったぐらいですので、はい、教え方とか、あと教えるなってはる内容も、すみません、教材とかもちょっと見させていただいたりして、はい、はい、参考にさせていただいている部分もありますんで、こちらも本当に赤木先生の教材、今回にちょっとやっぱり参考にさせていただくこともあったので、いえ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 、こちらこそありがとうございます。こちらこそありがとうございます